ないと見つかっちゃいますよ。まあまあいいから話を聞きなさいって。何か作戦があるようですね。そう、その通り。このまま普通に行けばバラバラになって隠れるだけなんだけど、それだと負ける可能性も高いわけじゃない？甘い！甘いぞ少年！ゲームといえども男なら必ず勝ちを取りに行かねばならんのだ！でも先輩、必ず勝つ方法なんてないですよ。本当にそう思うのかね、マヨ君。私たちにあって鬼にないもの、それを検証すればおのずと答えは見えてくるでしょ。私たちにあって人数ですね。鬼、クラナリさんは一人だけです。イエス、その通り。そう、私たちのいっぺんに押しかければ鬼は手も足も出ないはずなの。誰かが見つかったとしてもすぐに別の誰かが缶を蹴ってしまうわけですね。その人が見つかってもすぐにまた別の誰かが缶を蹴る。うん、そうやって一斉に集中砲火を浴びせれば鬼は攻撃を防ぎきれないでしょ。なるほど。ってことで総員一旦散会した後、会議室の缶めがけて突撃。缶を蹴ったらすぐに離脱。そのヒット&ウェイの繰り返しで勝利はこっちのものよ。ないって。物量作戦は傭兵の基本よ、デフォルトよ。民主主義作戦って言って。民主主義、多数決、つまり勝者は弱者よ。多分そういうことになるな。お前って缶蹴りのルールはちゃんと知ってるんだな。甘いぞユウ、俺を出し抜くことはできん。ずるーい、クラナリ、
缶の場所変えたでしょ。どこに置けとは言ってなかったろうが、そっちもいきなりチョップかましたりしたんだ。お互い様だろ。はいはい。それにしても何よ、私が一番最初に缶踏んだされちゃったわけ。おう、そうだぞ。作戦失敗か。あ、作戦。ただいま参上。空と空見っけ。あら、田中さん、先についてしまわれてたんですか。ちょっと予定ずれちゃったね。ナッキュ先輩が出ていくのちょっと早かったんじゃないですか。作戦ってそれかよ。うん、みんなで同時に缶に飛びかかれば防げないかなと思って。はぁ、あ、せこいこと考えるやっちゃな。えへへへへ。さてと、意外に簡単にみんな見つかったわけだが、まず今みたいに結託して缶蹴りに来るのはやっぱ禁止な。なんでよ。俺はともかく、お前は防げるのか同時攻撃を。無理っす。だからだ、大体面白くない。鬼がタイミングを見計らって人を探しに行ったり、その隙をついて他の奴が缶に接近したり、その意味がなくなるだろ。へーい、了解です。みんなもそれでいいな。よし、では次は優が鬼だ。空き缶はあっちにあるから自分で拾え。好きなとこに置いて数を数えて。おい、誰だよ、蹴ったの。私じゃないよ。あっ、こら、てめえ。なんだか知らないけどラッキー。間一髪でしたね。私でもないし、先輩でもない。空は最初から蹴ることができない。小松さんではないでしょうか。つぐみが、まさか。でも、それしか考えられないよね。きっと照れていたのでしょう。あったらお礼言わないとね。さて、ここで解散しよっか。そうでござるな。では、ご分を。また後で会いましょうね。